2020年5月25日、非常事態宣言が明けました。えー、本日は連続講座、生物遺伝子ウイルス、免疫医療、感染症対策の理解のためにの第13回をや,るやろうと思います。本日のテーマは、抗生物質アン,ティアンティバイオティクスですねで。私は講師を務めます、船橋市議で予備校講師の朝倉と申します。で私のの、えー、船橋でも、えー、本日、えー、学校の 6月1日からの一律学校の再開宣言が出されましてあのそれら、えー、船橋のこの対応関係の情報は朝倉未来ある公式サイトに載せてありますのでどうぞご覧くださいでこの講座ではこういう留意点で、えー、進めていきたいと思いますでえっと細菌に対する防御という話をしていきたいと思うんですが人自身の免疫系が細菌に対して防御をしているという話は、えー、後日講座の中でやっておこうと思います 本日は科学あの医療における薬剤として使われている抗生物質の話をしたいと思いますでまず抗生物質の定義なんですが細菌など微生物が生産しその他の細菌など微生物の生産を抑えさらに破壊するような能力をも有する化学物質を言いますでこの抗生物質の発見の歴史は有名な歴,歴史があるんですが 1928年にフレミングというイギリスの学者があの黄色ブドウ球菌の研究をしていたんですねで研究の時にはこのシャーレの中にその研究対象とする細菌をあの、まあ、生育させて増殖させるようなプロセスが必要ですでこれコロニーというのはそのこの一つ一つのシャーレの上に天井にあるのがコロニーという細菌の集落ができるわけですねでそうやってやっっててたところ えとこ,のこういう、私も少しやったことあるんですが、えー、最近の培養なんかの研究においては、コロニーを作る、その例えば黄色ブドウ球菌だけを研究したいかったんですね、本当はフレミングは。えー、そうすると、他の細菌が混じってはまずいんですね。で、他の細菌が混じってはまずいので、えー、こういう実験の時にはコンタミネーションというんですが、汚染、他の生物による汚染を防ぐために、 できるだけこう、えー、汚れないように努力しながら実験をするんですがたまたまフレミングがこの実験をした時にコンタミ,、まあ、コンタミネーションというのは研究者の間ではコンタミコンタミ、えー、実験ではコンタミを防ぎましょうというふうに、まあ、よく言われてるんですけど、えー、このコンタミネーションを起こしてしまったんです青カビが侵入してしまったんですでそうしたらこの青カビの周りのコロニーの集落の周りは えー、黄色ブドウ球菌が発生できなかったということが炎、まあ、状に,、まあ、円状にその黄色ブドウ球菌のコロニーができない、えー、場所があることが分かりましてここに何かその黄色ブドウ球菌の増殖を抑える物質を出してるんじゃないかということを調べてフレミングがペニシリンを発見したんですねペニシリンを発見しました。 生産し、他の細菌などの微生物の生育を抑える、これはなぜかというと、自分の領域を確保するんですね、青カビにとってはここの部分は私の栄養だということで、泳ぎと生活空間だということで、他の細菌を排除して、どあの生育してくる空間、縄張りですね、一種の縄張りを作るために、その周りにそういう物質を出しているということで、他の細菌を抑えるということで、 えー、アンティバイオティックスバイオというのは命ですね他の生命を抑えるアンティというのは反対するということですので、えー、抑えつける物質ということで抗生日本語に抗生物質役種なんですでその後抗生物質は今でも、えー、この微生物が作った抗生物質中心なんですが、まあ、その後その、えー、微生物自身が作った抗生物質に少し分子を変化させたりあるいは化学的に作ったものもありますので この抗生物質以外の薬剤も含めて細菌に対する生育破壊能力を持つ物質のことを抗菌剤というふうに言っておりますで抗菌の菌は細菌のことだと考えてください菌あのキノコカビの菌類のことじゃなくて、まあ、細菌のことを示すと考えてくださいそれでは次にえっと 昨日話したんですがえ、まあ、抗生物質がなぜ私たちの医療でよく使われているかということなんですが、それは細菌である幻覚生物には効くけれど、私たちの人の細胞のには、えー、あまり毒性がない、選択毒性というんですけど、こっちに毒性があって、こっちに対しては毒性が、まあ、完全にないとも言えませんけど、毒性が少ないものを使うということで、毒性が細菌など幻覚生物だけに働くような。 物質を主に選んできてるんですでそのことを意識しながらあの抗生物質のことを見ていきたいと思いますで抗生物質にはいろんな、えー、とタイプがありまして、まあ、ここに書いた主なものでもうこの、まあ、5つぐらいのタイプがあるんですねでそれぞれ、えー、私たちの体のひまあこの私たちの体に侵入してきた細菌には有効だけれどあの私たちの人自身の細胞には 働かなないようなあるいはあのーまあ、あまり、えー、強く働かないような物質であるということを意識しながらそれぞれ見ていきたいと思うんですけど、えー、まず細胞壁合成阻害剤というのがありますでこれは細胞壁を持ってるのは私たちの体は細胞壁持ってませんのでこれは侵入してきた細菌のみの存在ですのでこれを阻害できれば、まあ、一番いいですねあの私たちには細胞壁がありませんからでその次なんですが あのー、ここから見ていきましょう、DNA、最近は DNA を複製して、えー、そして、えーまあ、分裂して増えていくんですけど、その DNA を複製するときに、えーそのまあ、この補助的な働きをするものに、養酸というのがあるんですね、養酸を代謝阻害剤というのがあります、養酸、代謝阻害剤。 検索していただくととあ,あると思うんですがあの、私たちは人間は葉酸を自分で合成することができないために外から食べるしかない、まあ、た別にサプレー変わらなくても大丈夫ですそれ普段食べ物から、えー、摂取すればいいんですけど、あのー、この葉、えー、酸を実は細菌類は自から合成してるんですね葉、まあ、酸代謝というのは葉酸を作るという意味だと考えてかでそうするとそれを阻害する薬を入れれば あのまあ、こ,この,の DNA とかの素材を、えーまあこ、この反応を助けるような、ここら辺の核酸系の反応を助けるような養酸というものを、えー、新しく作る際を阻害すれば、最近は生育できない、しかし、私たちはもともとそれを作っているなくて、外から吸収しているので、えー、こういう新しく作る薬剤を入れても、私たちには害がないということです。 さて、その次、えー、キノロン系の DNA、えー、合成阻害剤、まあ、例としてキノロン系というのがあるんですが、えっと、これは DNA の合成を阻害するんですね、DNA の合成というのは、この前にありました DNA の複製のことです。で実は DNA の複製は、私たち、真核生物の体の中でも行われてますので、えー、これ、DNA を阻害するという時にもちょっと配慮が必要で、 真核生物と原核生物の DNA 合成における違いのところにうまく働きかけるような、えー、こう物質なんですね。で何かというと DNA ト,トポイソメラーゼというのがありますあのこれは DNA トポイソメラーゼというのはトポというのはあの、まあ、場所というような意味で、えー、実は DNA というのはこう二重らせんで、えー、それを複製していくときにどうしても。 絡みつく性質があります、まあ、長いものですから絡みつきやすい性質があったときにその絡みつきを一旦ほどいて再結合するという、えー、酵素群があるんですけどそのトポイソメラーゼは真核生物と原核生物で違うんですねで特に最近の DNA、えー、トポイソメラーゼのこと DNA ジャイレースとっているんですがこっちを阻害するとしかし真核生物のこっちは阻害しないというのがこのキノロン系ですで次に リファンピシンというものがあります。でリファンンピシンっていうのはメッセンジャー RNA 合成の転写の阻害剤です。でえっと、メッセンジャー RNA 合成も真核生物、原核生物両方行ってますので、えっと、これは、まああの、ここもちょっとは注意が必要なんですが、実は RNA 合成酵素、DNA から RNA を転写する酵素は やってることは同じなんですけど、新核生物と原核生物で若干構造が違うんですね、構造が違います。で、その違うところを狙い撃ちするのがリファンピシリンなどのメッセンジャー RNA、ね、合成阻害剤である、えー、個性剤です。で、人と異なる RNA ポニュラーゼの部品、β サブユニットというのがあるんですけど、それを阻害するように作って、人にはあまり影響しないように、えー、な薬剤です。 さて、もう1つが、タンパク合成阻害剤、これは実はこのリボゾームに影響を与えるんですね、リボゾーム。でリボソームに影響を与えると、あのーまあ、細菌の中で水、その細菌自身が必要なタンパクができなくなりますので、まあ、あのこれは完全に細菌を、あのー、殺すというよりも、細菌の成長を抑えるというような、細菌的な働きをするやつが多いんですけど、えー、そのリボゾームは、この前、チラりと言ったように、 こだるまさん型をしていて、このだるまさんの2つの、えー、構造の真ん中をメッセンジャーレーナーが通って、えー、そこの塩基、えー、配列の暗号を読み取る仕組みがあるんですが、このリボソームの構造も若干、真核と幻覚では違うんです。で、この幻覚、えー、の場合には 70S とか 30S とか 50S というのは人工係数やすくて大きさの目安を示しているんですが、あのー、こっちは幻覚、えー、生物は70、合わせて 70S。 部品ごとだと 30S と 50S なんですけど人の場合には 80S、40S、60S ということでちょっと大きさは人の方が大きいんですねそして構造も違いますのでその構造の違いで幻覚生物のリボゾームだけアプローチして真核生物のリボゾームにはあまり害を与えないような物質が実は抗生剤として使われているんですねでちなみにこのリボゾームの,あのまあえっ、ー、と この30と50を合わせて70というのはまあ、足して80になると思うかもしれないけど、これ人口係数というやつで合わせると人口係数というのはその落ちるときの速度でありましてそれ合体すると少し、えー、合体効果で、えー、単純に足したよりもちょっと小さくなるんですね。で、これの覚え方簡単でありまして、753、えー、原核生物は753、新核生物はそれに1ずつ足して468ですね。というふうに押さえればいいです。さて、 えっとこういうようなさまざまな働きの構成物質があります、まあ、つまり全て構成物質は、えー、人あの細菌など原核生物には働いて真核生物にはまあ働かないあるいは働きが弱いものを選んでいるということですで一番、あのーまあ、見事に完全に幻覚生物にしかない存在がこの細胞壁合成阻害剤ですので その、えー、細胞壁合成阻害剤の代表的なものが β、えー、ラクタム系とグリコペプチドでこの β ラクタム系の中に最初にフレミングが発見した、えー、ペニシリンもありますのでそれをちょっと、えー、深めてみたいと思いますさて、えー、昨日の復習ですが最近、えー、の細胞壁はペプチドグリカンというものでできているとあの、まあアセえー、N アセチ チルグルコサミンというのと N アセチルムラミン酸という2つの糖があってそこから分岐してアミノ酸の鎖があってえそのアミノ酸の鎖が 4,、まあ、4つあってその間は可強した構造があってこれが下側のものと結合してえこ,のこれが、えー、糖の鎖ですねえそしてここがえこのムラミン酸から伸びてるアミノ酸の鎖 そしてその過橋構造があって立体的なネットワークを作ってるという話をしましたでここの細胞壁の細菌の細胞壁に働きかけるのがあの抗生物質なんですさて、えー、どういう仕組みかというと実は、えー、これちょっとさっきの言い忘れたんですが、えー、ここまあこれが NAG と NAM ですねあの N アセ,アセチルグルコサミンと N アセチルムラミン酸の等2つの構造です そこから伸びているのがアミノ酸の、えーまあ、鎖ですで。実はその3番目のところ、あこれ実は5個あるのをさっき4個だったのが5個あるというのをこれから説明しますけど、まあ、5個あるところに、あのー、その 3, 3個目のところにグリシンの5つの鎖があります。グリシンというこれもアミノ酸の一種の,つのあ5つの鎖があります。つまりこの形になって、昨日ちょっと曖昧に説明したこのオレンジの架橋の部分がこのグリシンの えー、まあ、えー、ペンタグリシンというかその5つ,5つのグリシンの流れですさてでこ,ここはすでにもうすでに出来上がってきた細胞壁だとしましょうでここに新たに素材として細胞壁の素材の無レインモノマを持ってきた時にどうするかというと、えー、この連結する酵素群が2つありまして、まあ、グルコシルトランスペラーゼとやつとそれからトランスペプチダーゼと名のがあるんですが特にこのトランスペプチダーゼの働きが 興味深くて、この12345個のア,あのアミノ酸の並びのこのアラニンアラニンという2つの間をこうチョキンと切って4個にするんですね4個にした上でこのアラニンこのアラニンのところをこのアラニンのところとここのグリシンの DAP から伸びた5つのグリシンを 結合させる働きをしますこの紫のここを切断してここを結合する働きをするんですねこのトランスペプチダーゼというのが、えー、狙ってるのがこのアラニンが2つくっついた構造ですでこのアラニンっていうのは実はあの分子構造的には化学的にはちょっと面白い特徴があるんですけどそれ難しくなるので えーまあ、これが D アラニンという構造ですけどアラニンが2つついた構造を分子式で書くとこうなりますでこ,のあのこの詳しいことはいいのでこの形のイメージをよく見ておいてください、えー、D, アラニ D アラニンというアラニンが2つくっついた構造さてペニシリンは、えー、じゃあどうかとフレミングが最初に発見したプリニシリンはどうかというと形こうですなんかこれとこれって似てると思いませんか 特にこの形。ここに酸素があって、ここに窒素があって、ここが、えーまあ、これ炭素を、うん、つなぐ鎖ですけど、ここ、形そっくりですね。で、この形のところを、ベータラクタム管、まあ、こに輪っか状になると、ベータラクタム管と言い,いまして、これが実はペニシリンも含む、そのベータラクタム系とは言われる抗生物質の非常にたくさん種類があります。 まあ大体今でも使っている抗生物質名前、ちょっと聞いたことがあるかもしれませんけど、えー、セフェム系とかカルバケペネム系とかモノバクタム系とか、えー、そういうさまざまな抗生物質ペニシリン系も含めた抗生物質の主流はこの β ラクタム管を持っているやつですさて、これはどうやって働くかというとこれとこれがそっくりなんですねアラニン2つ結合構造とこれがそっくりです。 そうするとこのトランスペプチダーゼという本来はさっき言ったようにこのアナニンの2つのところを狙ってここを切断しながらこれとこれを連結するという働きのこのトランスペプチダーゼが間違えてこれにくっついちゃうんですね、抗生物質にくっついちゃいます。で本来くっつくべき細菌の細胞壁を伸ばすべき部分にくっつけなくなってこっちにくっついちゃうんですね。でそうすると細菌の細胞壁が合成できなくなるというのが。 見事な防御の仕組みですあ防御というかその、えー、細菌を抑える仕組みにつながっていくんです、まあ、いわばこのトランスペプチダーゼを騙してまがいものアラニンに2つの連,、えー、連結した鎖にそっくりのまがいもの分子を人が抗生物質として与えるとこのトランスペプチダーゼが騙されてこっちにとらわれてしまうために本来の仕事である細菌の細胞壁合成ができなくなるということですでもう1つ まあ、同じ標的を狙って別の仕方で、えーとまあ、あのブロックするのがグリコペプチド系というやつです。でこれはどういう働きかというとこのアラニンの2つのところにふ蓋のようにかぶさってしまいます。でそうするとこれらの酵素、特にこっちの酵素が働けなくなりまして蓋のようにかぶさってしまって邪魔をするということです。つまり このベータ・ラクタムケアさっきち,ちらいて言ったように、まがいもの、この、えー、トランスペプチタアイゼンにとって、えー、本来働くべき場所とそっくりのまがいものを入れることで、本来の働きを邪魔する。で、こっちはブロックするんですねこのあの、物理的にブロックするということで、細菌の細胞壁の合成ができなくなります。で、そうすると何が起こるかということなんですが、細菌というのは実は、あのー、細胞壁を、 常に新ししく合成してるんです最近の細胞壁の一番外側というのはどんどん壊れていきまして内側から新しい細胞壁の素材をムレインモノマーをどんどん結合して補填してるんですね私たちで言うとちょっと私たちの皮膚が日々まあその入れ替わって新しくしたからあの新しい皮膚ができていけるような構造で最近もそれを非常に激しいスピードでやっておりますそれで昨日言ったように細菌はこの状態で生きてるんですね えっと実は細菌の中にはさまざまな内容の物がさまざまあって非常にここがあの浸透圧が高い濃い状態になってまして周りの血液とか体液の方がずっと薄い状態ですえその状態だけどこの細胞壁がブロックしてえその膨らみを押さえつけて赤血球みたいにこう低腸液の中で破裂しないようにしてるんですねえところがえ先ほど言ったあの細胞壁合成阻害効果があると これができなくなる。で、そうすると破裂してくれるんですね。細菌が破裂してくれます。細胞壁が新しく合成できないと、あのだんだん細胞壁が外から壊れていって補填ができないので、薄くなりまして、だんだんと膨れて、はまあ、最後に破裂するということで、細菌のブロックができるということです。これなどはあの細胞壁という細菌のみが、 えー、持ってる存在にアプローチするってことで実は抗生物質は今でもその主流がこれですので、あのーまあえー、私たち人の体には細胞壁がない、えー、細菌だけ細胞壁を持ってるで細菌は張り詰めた状態で生きてるとその特徴をうまく利用した見事な、あのー、抗生物質の性質ですさて抗生物質と聞くと、まあ、多分皆さんの中にはあのー、抗生物質に対する耐性菌 抗生物質に耐え抜いて生きる菌の話が、イメージが湧いてきて、まあ、それとまた抗生物質対戦菌と新しい抗生物質のイタチごっこという話を聞いたことがあると思うんですね。で、それはそれでまた深い歴史があるんですが、え本講座ではちょっとウイルスに焦点を当てていきたいので、まあ細菌に対する制御の話は、えー、ここまでにしておきまして、 細菌に関してまたもう一回話すのはウイルスと合わせて免疫系のところで細菌に対するブロック系のことを人の自身の免疫細胞の働きかけをやりたいと思いますので、えーまあ、この、えっと、細菌の、えー、抗生物質に対する働き5つの働きを確認していただくと細菌の特徴がよくわかるし。 そして特に細菌,細菌である原核生物、私たち知ったし人の真核生物の違いがよく確認できますので、まあ、細菌に対する理解の,あの手助けとして、この抗生物質の話をさせていただきました。それでは明日からウイルスの話に入ってきます。ごご聴ありがとうございました。